皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。串谷ライディングメソッドライテクを学ぼうの小川です。今回は楽をすると痛くなるです。はい、ツーリングとかに行くとやっぱり痛い箇所とか出てくると思います。そんな痛くならないように乗るコツをちょっと紹介したいなと思います。ツーリング楽しいですね。そうですね。なんですけど、はい、痛くなるんですよこれが。まあ、手首とかその手なんかもね結構ズキズキ痛くなる。お尻もなんか心身痛くなる感じで、なかなかそれ治んないんですよね。治んないですよね。なんかツーリング行ってそれこそ1日目に手首とか痛くなっちゃうと、もう次の日とかも本当に辛いじゃないですか。うん、そうなんですよ。だからやっぱなるべく痛くならないように乗るコツを覚えるのがいいのかなと。フォームとかハンドルの持ち方とかすごい細かいところですけど、いろいろ工夫することで痛みは軽減できると思います。街中とかツーリングでよく見るフォームはですね、結構前に乗っていて腕が突っ張っていて腰が伸びているっていうパターンをよく見ますね。意識して格好悪く乗ろうとかね思ってる人は多分一人もいないと思うんですけど、どうしてもやっぱどう乗っていいか分からないとハンドル押さえたくなっちゃうし、やっぱ前に乗ると安心感が出たりとかすると思うんですけど、こうしてると腕にどうしても力が入っちゃうので、まず腕が痛くなるし、このフォームだとどうしてもここをハンドルで押しちゃうの で多分ここが痛くなるとね、もう本当に何日も痛いので、コツとしてはちょっと後ろに座ります。背中もこうじゃなくてまっすぐじゃなくてちょっと猫背気味にして肘も曲げる。でハンドルもこっち側じゃなくて小指側から握る。ちゃんと下半身でバイクをホールドしてあげると上半身もフリーになりやすいですね。あとはどうしても遠く見ようと思うとこういう見下ろす姿勢になりがちなんですけど、オートバイの場合はちょっと顎を引いて上目遣いで遠くを見るっていうのを意識してもらうとフォームが変わるかなと思います。僕もやっぱ長距離走ると体が固まっちゃうので、休息した時は前屈したり屈伸したりこうやってこの辺の筋伸ばしたりとか、僕もね年齢的なものかもしれないですけど、走る前にストレッチをしないといろんなとこがつります。一番はもう股関節周りとか足首とかなんかふくらはぎとかその辺がつることも多いので、稼働させてから乗るのがいいのかなと思います。正しいフォーム作りとストレッチって感じですかね。そうですね、やっぱり長距離走ったりとか長くオートバイに乗るって考え方をするとその2つは一番大事なので、必ずやってもらった方が楽しくバイクと付き合えると思います。今回のバイクトリビア、ライダーはどこを鍛える。はい、鍛
鍛えるっていうとですね、いきなりちょっと重たいですけど、バイクに長く乗るために普段から体を動かすようにしていたり、ちょっとしたトレーニングをしたりとか、してます。やっぱりオートバイはバランススポーツだし、体幹と足腰を使うスポーツです。本当に街中走っててもやっぱり下半身でホールドしてたりとか、重心バランスでコントロールしてるところが大きいので、そういうところの感を大事にするためにバランスボールやったりとか、あと僕は個人的にちょっとジョギングしたりとか、腹筋のローラーをしたりとか、やっぱり体幹を中心に体を常に動かすことを意識してますね。やっぱりオートバイに長く乗るため、思い通りに操るためにちょっとトレーニングをするのはありかなと思います。